セオドアール・バトラーはアメリカ合衆国の印象派の画家である。生涯の大部分をフランスで活動した。クロード・モネの義理の娘でモネの絵に何度も描かれたスザンヌ・オシュデと結婚した。スザンヌの没後はその妹と結婚した。オハイオ州のコロンバスに生まれた。父親のコートランド、フィリップ・リビングストン・バトラーは名家、リビングストン家の一族の起業家である。 バトラーは美術をニューヨークのアートスチューデンツリーグでウィリアム・メリット・チェースに学び、チェースから印象派の絵画を学んだ。1885年にパリに渡り、グランド・ショミエール芸術学校、アカデミー・コラロッシ、アカデミー・ジュリアンで学んだ。一緒に学んだ学生には、ピエール・ボナールやエド・アール・ビュイアールがいる。バトラーとスザンヌの結婚式。 セオドア・ロビンソン教師のカロリュス・デュランを通じて、クロード・モネと親しくなり、モネの住むジベルニーにあるホテルに滞在し、モネを頻繁に訪ねた。当時ジベルニーには、多くのアメリカ人の画家が滞在し、活動していた。フレデリック・カール・フリージキーや、フィリップ・レスリー・ヘール、ウィラード・メットカーフ、リラ・キャボット・ペリー、セオドア・ロビンソン、ガイ・ローズといった画家がいて、バトラーは、ローズと親しくなった。 1992年にモネの2番目の妻、アリスオシュでの子供、スザンヌと結婚した。スザンヌとの間に2人の子供ができた。1899年にスザンヌが亡くなった後、スザンヌの妹のマルトと結婚した。1913年にバトラーは家族とニューヨークに移り、アメリカで最初の国際美術展覧会、アーモリー賞にも参加した。 1916年に、ジョン・ズローン、ジョン・マリン、マルセル・デュシャン、ウィリアム・グラッケンズラと共に、独立芸術家協会、ソサイティ・オブ・インディペンデント・アーティストの創立メンバーになった。第一次世界大戦が始まり、フランスに戻れなくなったが、1921年に、家族とジベルニーに戻った。1936年に、ジベルニーで没死した。印象派。 モネの影響が見られる画風から、より前衛的なスタイルの作品を制作した。ありがとうございます。